ベラ・キャサリーヌ・チャールズベラ・キャサリーヌ・チャールズはアメリカ合衆国の菌類学者である。アメリカ農務省で研究職を務めた女性のパイオニアの一人である。アメリカ農務省に在職中にキノコに関する著作を女性菌類学者パターソンと共に執筆した。ペンシルベニア州のエディで生まれた。コーネル大学の農学、生命科学科を1903年に卒業した。大学では 菌類学を学び、植物病理学も研究した。卒業後、農務省で働き、キノコの収集部門で働いた。女性菌類学者として、最初に農務省に雇われたフローラ・ウォンボー・パターソンと働き、1910年代から1920年代に多くの論文を共同執筆した。この共同研究はパターソンが没するまで続いた。1912年に、 植物検疫法が施行される前の時代に多くの海外から輸入される植物の検査の業務を行い、チャールズの研究室はジャガイモの菌による病気を報告した。パターソンとチャールズは1917年に植物病理研究で集められた標本の研究を行った。病原神菌についての多くの研究を行った。一般向けの著書にキノコとその調べ方や キノコ狩りへの誘いがあり、女性の生き方に関する書籍にも寄稿した。1942年に退職した後も著作を続けた。チャールズは植物の学名で命名者を示す場合に、ベラ・チャールズを示すのに使われる。ありがとうございます。